その前に一つ小話を呼ばしてからやろうと思います。今日ね、俺今さっきね、新宿のゲオにゲーム買いに行ったんだよ。で、行き道中、まあ、配信もしながら行ったんだけど、歩いて行って、で、まあ、その、お目当てのゲームがなかったのね。で、帰ったんだよ。で、帰りも歩いて帰ってきて、まあでも途中疲れたし、もういっかな、つって、タクシー乗ろうと思ったわけよ。でね、俺、その、まあ、すっげえ広い、片道、まあ、2車線ぐらいの、4車線の、通りの反対側で、タクシーを待ってたのね。あ、タクシー、信号待ちしてたの。で、タクシーねえかなと思って、タクシーねえかな。でも、今こっちで拾っちゃっても、向こう側だから、ちょっと都合悪いなと思って、キョロキョロしながらタクシー、反対側でタクシーを待ってたのね。まあ、信号渡ってから向こう側でタクシー拾うかと思って。で、まあ、深夜だったからさ、全然、人も少な、交通量も少なくて、うわ、拾えねえだろうな、結局歩いて帰るんだろうなと思ってたら、なんか、向こう側の反対車線の向こうから来たタクシーが、スーッと止まったの。俺別に手上げてないんだよ。反対側で、俺が、タクシーさ、なんであれ俺の反対側の車線でね、反対車線を、ふーっと止まったの。で、あいつなんで止まったんだろうと思って。なんかま、芸者なのかなと思って。ただ、空車ってなってたから、うわ、これチャンスだと思って、俺、しばらく、その信号をま、30秒くらい待って、渡って、乗れますかって、聞こうと思って近くに行ったらドアがパカッて開いたの。すごくない？で、運転手さん、俺が反対側で、タクシー待ってるの分かったんですかって言ったんだよ。そしたら、あ、分かりましたって言ったの。そんな、俺タクシー散々乗るんだけど、そんな経験一度もないのね。だって、反対車線まで多分、5、6メートル、まあ、10メートルぐらい、あるんだよ。怖い話じゃないよ。すごい話だよ。すごい話。それすごくない？なんで、分かったんですかって聞いたら、なんていうのかな、目線と、服装で分かったらしいの。俺初めて出会って、そのタクシー、そんなタクシーの運転手。お客さんタクシー探してましたよねって言われたの。だってさ、俺がいるのは反対車線だよ。ってことはさ、普通そっち側のタクシーに乗るもんだと思うじゃん。そこまでわかるじゃん。あの人タクシー探してんなっていうのはわかるだろうけど、まあ、反対側の車線でタクシー探してんだろうな、ぐらいだとわかるけどさ、こっち側に渡ってきて向こうに行くんだっていうのがわかったらしいんだよ。で、なんでって聞いたんだよ。俺、なんでそんなに、何のお仕事されて、タクシー歴何年なんですかって聞いたら、5年ですって言ってたの。で、ほんと失礼でお答えできなかったら答えなくていいんですけど、前職は何されてたんですかって聞いたら、いや、普通のサラリーマンやってましたって言ったのね。なんでお辞めになったんですか、定年ですかって言ったら、いや、普通に会社が傾いて、その会社自体がなくなっちゃったから、まあ、私たちみたいなね、50過ぎたおじさんは、こういう仕事しかできないんですよ、みたいな話を、そういう話してて、で、なんでそんなにできるんですかって聞いたんだよ。いや、俺そんなタクシーの運転手に会ったことなくて、なんか、お兄さん、おじさんから、その自分の人生における、なんか、ヒントが得られそうだから、なんか、なんで分かったか教えてくださいって言ったら、もう努力するのは、当たり前なんだって。地図を覚えたり、もう努力するのは当たり前なんだけど、一生懸命に、必死にやるやつっていないんだって。タクシー運転しながら、もう絶対乗せてやるってやってるやつっていないじゃん。手あげんのいねえかな、この辺人多いからタクシー止まんねえかなっていう人はいるだろうけど、絶対乗せてやる。この時間で人少ねえから絶対乗せてやるっていう意気込みで、やってるタクシーっていないじゃん。そういうところで差が出るんだって。そういうところで。だから私は、タクシー業界入って1年目で営業成績1位になりましたって。なんでかっていうと、一生懸命やってましたからって。言ったわけよ。なので、僕は、今日この、日曜深夜3時33分の、デッドバイデイライト、いつもはこなしてやってたけど、一生懸命やろうと思います。前置きが長えだろ。でもすごいかっこいいよね。一生懸命人殺しをしようと思います。で、これ、みんなに伝えたくてよ。
いや、俺あんなにすげえやつに会ったの初めてだわ、タクシー運転手で。で、その人が言ってた。私は芸能人とかいっぱい乗せますけどね。もう、大物になる人っていうのは、もう、絶対的な一つの共通点があると。腰が低いんですよ、みんなって。皆さん、本当に、この私の31歳、何の取り柄もない、私の配信にお越しいただきまして、誠にありがとうございます！いつも、本来放送上のキャラがありまして、皆さんに感謝の言葉を述べることはありませんが、いつも、皆様方の、視聴者の皆様の、方角に、一礼をしながら私は配信させていただいております。感心したわ。あの人はすごい。それはうなずけるわ。ほんとすごいと思う。一生懸命人殺しする。そのタクシーの運転手に見立てて殺すわ。そんなメルヘムでも言ってたじゃん。なんていう才能だ。だがそいつらすら潰す圧倒的な力。そのタクシーの運転手と見立てて殺すわ。今日は。力の再確認、俺の。配信が多分すこぶる軽くなってると思います。なぜならノート2個とも削除できていたから。配信が今までね、ここ1年重かった原因が分かりました。ノートを2個ダウンロードして、なぜかその2個とも、フルパワーでスキャンし続けていたと。総支配 KSK 様、度重なる誹謗中傷、ここにお詫び申し上げます。ただ俺は、今日も人を殺す毎日と。猫子なんだよ、いつも俺は。